大韓帝国軍の兵士大韓帝国軍は大韓帝国の国軍である。皇帝の統帥権の下に置かれた。兵役制度は志願制度であった。大韓帝国軍の兵士李氏朝鮮は1894年から1895年にかけて行われた急進的な近代化改革、交互改革により旧体依然とした朝鮮軍の刷新に取り掛かった。 1895年2月12日、新軍4英兵士の中から選抜されくすのせ、行彦ら日本人軍事顧問を教官とする訓練隊が設立された。続いて5月には、アメリカ人やロシア人を教官とし特殊宮や皇帝の護衛を担う新衛隊と、さらに、そこからの選抜人員で自衛隊が編成された。10月に起こった木本羊事変によって、 自衛隊は訓練隊に吸収されたが、訓練隊も間もなく便被殺害の責任を取って解散させられ、新衛隊と鎮衛隊に改変された。1897年1月に、ロシアの支援で自衛隊が復活。10月に、国号は大韓帝国と改められ、大韓帝国軍は、新衛隊、中央軍たる、自衛隊、地方軍たる。 陣営隊の三つの部隊でスタートすることとなった。水原不評大体降下文献隊の昌平百九十九年、大韓帝国の基本法典である、大韓国国政第五条によると、大韓国大皇帝に置かれては、国内陸海軍を統率し、編成を定め、海原開海を命ずる。とし、大日本帝国軍に習った国軍を編成することになっていた。 しかし、日本軍とは異なり徴兵制度を採用せず、李氏朝鮮時代以来の志願制を採用していた。法制上の兵力は約9000人であった。1902年、新衛隊は自衛隊と統合され、二個連隊からなる自衛混成旅団が成立。一方、新衛隊は1900年9月より全国的編成を展開し、最盛期には6個。 連隊2万人程度の兵力を有していたが、日露戦争以降八個大隊に縮小された。自衛隊の放器を鎮圧し兵衛を占領した、日本軍。1907年8月1日撮影。1907年7月24日に結ばれた第三次、日韓協約に伴う秘密協定に、軍隊解散の規定があった。8月1日。 夜明け前から激しい雨が降っていたが、大韓帝国軍将校は、非常固集により、各部隊に配属されていた日本軍将校に伴われ、朝鮮中殺軍司令官官邸の一室に集合させられた。官邸の周囲は武装した日本軍兵士が包囲し、事情を知らない、朝鮮人将校たちの前に、長谷川義道と共に現れた、軍部大臣の李平部が、 大韓帝国軍の解散を命じる、順州の招徴を突然に告げた。長谷川義道の指示により、大韓帝国軍の一般の兵士は、全員が、東大門近くの連兵場、訓練員の広場に集められた。2000人を超える兵士が、恩急支給と、都市訓練の名目で銃を持たされずに集合したが、これも、銃剣で武装した日本軍が包囲した。 軍部教弁の官賃政が、軍の解散と恩給の支給を告げたが、兵士の間には、動揺が広がった。解散時に武装解除される、大韓帝国軍。1907年8月1日撮影。自衛隊、第一連隊第一大隊長の僕のボル艦は、不吉な予感から病を理由に官邸にも、訓練員にも出頭せず、隣接する。 第二連隊長の区予自然もそれに習った。僕のボルカンは、貧妃殺害以来、日本軍への復讐を考えており、部下たちもそれを知っていた。訓練人での騒動を知った、僕のボルカンは、大韓帝国軍が解散となれば、本会を遂げられぬと察し、呼び出しに来た日本軍将校の前で拳銃により、自決した。隊長の十二を知って激光した兵士たちは、 武器庫に殺到すると素早く武装を固め、第二位連隊、訓練員にいた兵士たちもこれに集合し、約600名となった兵士たちは兵衛を包囲する、日本軍と、たちまち銃撃戦になった。戦闘を伝えるフランスの日刊誌、レプティジャーナル1907年8月4日付。包囲を突破した大韓帝国軍の兵士たちは、金地から南大門方面に向かったが、 ホチキス機関銃を全面に出した日本軍に対し、大韓帝国軍側の兵士たちの弾薬がつき、旧式銃が、降雨の中で発火しなくなると激しい白兵戦となった。大韓帝国軍兵士は制圧され逃亡したが、日本軍は逃げ込んだ民家などをしらみつぶしに探索し、この日、朝鮮側は68名が、射殺、100名余りが、負傷、504名が捕獲された。 日本側は、梶原義久不評隊以下、3名死亡、27名が、負傷した。この、南大門戦闘は、関与が首都となって、朝鮮王朝が終わるまで、唯一の戦闘となった。義兵たち。1907年。デイリーメール記者のカナダ人ジャーナリスト、フレデリック・アーサー・マッケンジーにより撮影。 1907年8月1日に国軍としての大官邸国軍は解散され、数日後、各地の文献部隊の解散が行われた。しかし武装解除を拒んだ元将兵の一部は、日野と羊義兵など各地で暴動を起こし、武力による抗日運動である義兵闘争に参加した。旧大官帝国軍の放棄は、各地で続き、義兵化した民間人などによる、 抵抗活動も行われ、抵抗は、日韓併合後の1914年頃に、鎮圧されるまで続いた。解体された大韓帝国軍は皇帝を護衛する、小規模なこの絵兵として、この絵歩み兵隊及び、この絵機兵隊に再編成された。後ろ身である、この絵機兵隊及びこの絵歩み兵隊は、日韓併合後も、朝鮮風評隊、朝鮮騎兵隊として存続していたが、 徐々に縮小され1930年に完全に廃止された。この他の存続組織として自衛軍学隊は併合後、利用食用学隊に改編されたが、1915年に解散させられた。外国人教官の指導の下機関銃操作の訓練をする大韓帝国軍兵士。以下、注釈のない限り直令第六号、軍部完成。 韓国中殺軍、韓国軍隊解散に関する件、及び小生、小声員日記3206冊に基づく、最終編成を示す。儀兵参加者は太字。このほか陸海軍を統括する機関として、減水符があったが、1904年に廃止。ありがとうございます。